皆さんこんにちは。実はですね、私動画投稿を始めてから早4年が経とうとしてるんですけれども、なんとですね、そんな最中に素晴らしいゲームを見つけてきたので、今回はそちらをやっていこうかなと思います。そのゲームとは、オムニロバニアバトルをやっていこうかなと思います。で、これ何がすごいって、もうこれサムネ見たらわかるんだけど、英雄界のいろんなモンスターたちと一気に戦うことができるんだよね。夢のようなゲームがあるんだけど、これはね、ぜひともやっておきたいということで、今回はね、やっていこうかなと思います。お願いします。うわぁ、緊張するな。めっちゃ緊張する。なるほど。無敵モードもあるんだ。ってことはかなり難しいんじゃないか、このゲーム。なるほど。じゃあ早速、やっていこうか。お願いします。うわ、最初サンズが出てくるんだ。やべえ。よろしくお願いします。おぉ、始まった、いきなり。オッケー、なるほどね。こんな感じが。オッケー、危ねえ。うわ、ちょっと食らっちゃった。うわ、すげえ。曲名が左上に書いてある。すげえ。あー、タバコまみれてた。いや、懐かしすぎる、これは。いや、これはマジで懐かしい。うわー。あ、なんだったっけ、これ。聞いたことある。曲は聞いたことあるな。こいつとは戦ったことないんだけど。やべえ。あー、このファビリス、懐かしすぎる、マジで。なんだったっけ、この悲しい表情をしたファビリス。ねえ。あー、ロリエルだ。ロリエルだ。懐かしい、マジで。いや、これはちょっとやばいね。やばいこと。あー、お前なんだったっけ、アンダーフェルのサンズだ。実際には戦ったことはないんだけど。いや、戦ったことはあるかな、どっちだったっけ、これはちょっとわかんないな。うわー、このメタトーンでも面白そうだな。うわー、ストーリーシフトのキャラ来た。うわー、これはちょっとやばいって。いや、これちょっとやばい、泣きそうなる、みんな。これは、あー、こいつもなんだったっけ、ストーリーシフトのキャラだったかな、なんか違うんだよね、なんか。こいつも知ってる、確か。あ、マリオだ。あ、マジか。あー、マジか。最近戦ったやつも出てきた。うわ、これはちょっと、ノスタルジックになるね。うわ、これはちょっとやばいわ、みんな。ちょっとやべえ。リアルに泣きそうになる。いやー、ちょっと、今回の実況は、本当にガチで、心の底から楽しんでいこう。本当に。ちょっとみんな、ちょっともう一回最初からやろうぜ。いや、マジで、これはやばすぎる。で、ちょっと今回は、ガチで集中していこう。ちょっとね、序盤はさ、興奮しすぎちゃって、全然避けれてなかったんだけど、いや、って言ってもね、このゲーム結構難しいらしいんで、だからしっかり避けていこう。OK。やべ、食らっちゃった。OK。いや、マジでこれは嬉しいわ。嬉しいというか、あれなんだけど。いや、マジでほんと懐かしすぎるわ。OK。ここもしっかり避けて。うわ、これ意外と避けるの難しいんだよ。OK。いや、ちょっとここ食らっちゃった。いや、マジか。いやー、ちょっと食らっちゃったな。OK。ロリエル、お前元気にしてたか？お前マジで。いや、マジで懐かしいわ。ここは下でいいよね。下でこうやって避けてれば、何度かやっていける。OK。OK。いや、これはちょっと嬉しい。いや、何回同じこと言ってんだ、ほんと。いや、マジで、ね、泣きそうなる、ほんとに。リアルで涙出た、ほんと。で、ほんとにストーリーシフトのキャラはほんとにやばすぎる。ガチで。こいつはマジでほんと鳥肌立ったね。さっき。うわ、いや、これは、こいつもなんかね、YouTube でなんか見たことあるんだよね。実際には戦ったことはないんだけど。いや、マジで。で、アンダートードマリオ。やべ、こっからだよな。オッケー、集中していこう。一回冷静になって。いや、これ最近やったやつだ。うわ、お前なんだったっけ、こいつもなんか知ってるぞ。なんか。うわー、マジか。なんかやらなかったっけ、よし。こっからだね。オッケー。いやー、ちょっとマジでやばいわ。いやー、マジでちょっとね。やばい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 。うわ、これは知らない。なんだこれ。オッケー、動け。止まり、動け。OK。よし、OK。なにこれ、なんか、スポンジボブのキャラクターが出てきたんだけど。いや、俺もね、オーバーセーブテイルでスポンジボブ戦ったんだけど。うわ、イボリエルかな、これ。うわー、マジか、これ、イボリエルじゃないか。ここはさ、一番上で避けるのがいいよね。一番上でこうやって左右に避けて、最後、下。よし、OK。これ、この避け方いいね。OK。右で。OK。ここちょっと難しい。ここ真ん中で避けるのがいいよね。オッケー。止まって動いて、オッケー。で、ここは普通にジャンプ。で、さっきのイボリエルのところなんだけど、あそこどうやって突破するかが分かんないんだよね。オッケー。とりあえず、左にちょくちょく移動して、右、左。で、一番右。で、左。よーし、オッケー！うわー、なにこれ、え、なにそれ、
いやー、ちょっともう負けすぎてる。ひどい、マジで。本当にね、4周年の集大成なのに、こんなに負け続けていいはずがない。もう今回で絶対勝ちに行く、みんな。約束します。絶対勝つ。OK、ジャンプ。こっからマジでノーダメージでいきたいね。いや、ちょっとね、マジで集大成の動画なのに、これ以上さすがに死ぬわけにはいかない。なので絶対勝ちます。で、こっからはね、なるべくノーダメージでね、突破できるように頑張っていきたい。OK。ここがね、非常に難しい。ここすごい難しいんだよ。うわ、ここ食らっちゃうんだよな、どうしても。OK。よし、OK! 突破できた。OK。で、ここもね、運ゲーで、よーし、OK! ここ、ブラスターの位置がさ、完全ランダムなんだけど、今回はマジで運が良かったね。OK。これはただ単純で、下で左右に移動するだけで、OK。で、ここは右で、うろちょろうろちょろして、よし、OK。一回深呼吸して、OK。いいよ。めちゃくちゃできてるよ。愛するめ。お前なら絶対勝てる。OK。うわ、ちょっと食らっちゃった。うわ、ここ。ここのね、ストーリーシフトが、マジで運ゲー。運ゲーすぎて、草が生えるんだけど、ここがね、マジで、どっから剣が降ってくるかわかんないから、注意しなきゃいけない。で、このマリオもね、意外と難しい。この隙間をね、通るのが、なかなかに思った以上に難しい。OK。ここは上で左右に避けて、OK、下。OK。で、左上、止まる。動く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 。よし、OK! 66はめちゃくちゃいいんじゃない、みんな。で、ここは、最後は、右上にジャンプ。最後、右上ジャンプ。OK! で、左に移動して、で、次、左。OK! で、右。で、OK! 左。OK! うわっ !OK! これ、うわっ!ぐぐぐぐぐぐぐ !OK!ここ、ここか、上、下、上。よし、OK。よーし。これからの活動についての、その、重要なお知らせを、しようかなと思います。私、なんと、もう発狂ができなくなるかもしれません。いやー、ちょっとね、辛い。正直辛い。で、実は僕、一人暮らし始めなきゃいけなくなったんですよね。だから、発狂しながらの実況とかはもうできなくなるんですよね、本当に。いやー、でもまあ仕方がないよね、これは。まあこれからは今まで以上に力入れて頑張っていくので、これからも愛する面をよろしくお願いします。